ヤブラさんの施設ではブレカムトゥーようこそ。マイフレンド、昆布つくだに、中澤流星です。本格的に暑くなってきましたよ。めちゃめちゃ夏ですね。めちゃめちゃ夏になったということは、夏といえば、ホラー。まあ、年中僕やってるんですけど。ホラーといえば、幽霊。幽霊見たくないですか、皆さん。幽霊見たいでしょ。でも、幽霊なんて、僕、霊感ないから、見えないよ。っていう方々たくさんいると思います。僕もそのうちの一人です。ですが、なんと、霊が見える音というものがあるらしいです。そんなもんがあるんですね、世の中にはね。ということで今回は霊が見える音を聞いて霊でも見てひんやり涼しくなろうという企画でございます。レッツ霊股関節。じゃあ聞いてみましょうか。緊張しますね、さすがに。じゃあ行きます、スタート。おお、なんか不穏な音だな。なるほどな、こいつが霊が見える音か。いや見えるわけないや、こんなしょうもない音で見えるようになるなら今頃しも忙しすぎて過労死してるわ。つまり俺はこの動画のオチを考えないといけないってわけだ。このまま何も思いつかないとみそぎとして適当に熱湯をかぶってリアクションして終わるクソ動画になってしまう。そうだ、こういうオチはどうだろうか。やっぱり見えるわけないか。ん、なんかいる。何あれ、幽霊、女でもすね毛生えてる。やべ、こっち近づいてきた。やめろやめろ、こっち来るな。やめろ。いやダメだ、完全にボーリングと同じオチだったし、眉毛太かったし。サッさんごめんなさい。クソ、ならどうする。そうだ、こういうオチはどうだろうか。やっぱり見えるわけないか。なんだよこれ、体が透けてる。なんでこんな。あ、思い出した、2日前に俺はテクノブレイクして死んだことに気づかず動画を撮ってたってわけか。どんだけ動画が好きなんだよ俺。案外悪くない人生だったな。後悔も何もな。ああ！俺まだ童貞卒業してねえ。いやダメだ、なんでさっきから俺死んでんだよ。つうかテクノブレイクした童貞とか恥ずかしすぎだろ。誰か抱かせて。ならどうする。そうだ、これならどうだ。やっぱ見えるわけねえか。にしてもあっちいな。雑すぎるわ。もう幽霊全く関係ないし、なんでエアコンつけたら地球爆発するんだよ。つか結局死んねえんじゃねえか。あーもう聞き終わっちゃう。やっぱり見えるわけないか。あっポメラニアン、ポメラニアン、ポメラニアン。